す。こんにちは、こんばんは。デューム、かまりすよくですね。皆さん、おはようございます。ということでですね、もう見てくださいよ。朝にね、骨董を開いたわけですよ。じゃあ、ストアの方にですね、新しいクレートが来てるわけなんですよ。それがこんな感じですね。覆面のハンタークレートという風な感じでですね、俺はマジでこの報酬に目を引かれた。それがこんな感じ。ほら、見てこれ。なんかジブリに出てきそう。グリンチの親戚やめみたいな。なんか森蔵のね、新種出てきましたけどね。うん。まあ、所詮、モリモリ市長だけの敗北者なんでね。まあ、こいつは置いておきましょうか。で、こいつなんかどうでもいいですよ。こっちっすよね。ほら、ちょっとね、デューム皆さん期待してるじゃないですか。デューンファイヤーなんですよ。でね、見てこれ。まあ、見た感じ、ね、黄金に光るこのボディということでかっこいいじゃないですか。ってなんですけど、見てください、これ。ほら、フロントサイトかな。ピンピンしてるんですよね。間違いなくこれ特殊サイトのやつやんということですね。ほら、これ間違い、もうこっから見ただけでわかる。絶対見やすいやつやんということですね。今回これを回していこうかなと思ってます。回していきましょうかということですね。まあ、言うとちょ、久しぶりのクレートを強さ。最近ね、なんていうの、この課金しなかったんで、まあ、たまにはいいでしょうと。たまにはちょ、運営さん、来たってこれ回して、ほら、実写版トトロー。オッケー、もうこんなんも置いとか。ほんとよくは違うんすよ。俺が欲しいのは、デュームファイヤーなんですよね。うん、デュームファイヤーなんだけど。うん、そしてこれどうする？まだ出てや。もう出て、もういいってバットなんか誰が使うねん。オッケー。うわ、ロカスか。カスやな。しょうがねえなぁ。やっていきましょう。続けて回そうか。まあ、たぶんこれ出たでしょ。この5000円ではもう絶対出たのは確定だと思うんで、まあ、AK11 やとか正直いらねえな。もう、デューファイア出てるよ。デュームかましてくるほら、運営よ。さあ、来い。もう、ちょっと待って、これ100連回すなあかん、パティン。まあ、もう目玉ね、うん。やっぱりその目玉商品を回すには、この100連。やっぱりその、なんていうの。やっぱり出るまでね、この落ち着き、仏の心を持つことが大事なんですよな。で、このハンドキャノン、ふざけてんのか、マジで。ちょ、でも出ようぜ、もう。100連、いったよ。オーマイガー。え、マジでもうなくなってんけど。ふざけんなよ。もう、ぶち殺すよ。ちょっと運営さんにね、この牽制していくんですけど、もう出てや。うわぁ、来たってお前。なんで目玉商品のやつ一番最後に出るってことですね。ちょ、これアイアンサイト見ていこう。もう早くアイアンサイト見よう。これちょ、めっちゃ気になるわ、マジで。オッケー、ほんならそっか、アイアンサイト見ていきましょうか。デューンファイヤーこんな感じ。個人的にはね、高得点を与えたいんじゃないかなと。まあ、95点ですね。やっぱりこの先っちょ、このリアサイトの部分がそのおピンピン。まあ、欲に言うおピンピン系サイトですね。まあ、俺はマジでこれ点数高いよ。本当にね。まあ、この休憩内を使うんだったら、まあ、皆さんこれを使った方がね、まあ、いいんじゃないでしょうか。で、次なんですけど、ちょっとね、通常のやつ見ていこう。まず、この通常のアイアンサイトなんですけども、まあ、これはクソっすね。うん、もう本当になんていうの、40点ぐらい。もう遠距離見にくいし、敵と被るしね、このアイアンセット。で、ブラックゴールドは、まあ、これなんか翼を授かってるんですが、それはみたいな感じですね。このライトウィングとレフトウィングなんですか、これ圧倒的に見にくすぎでしょ。で、次は、オッケー、これフラットですね。これは点数高いよ。これはまあ結構いいんじゃない。これはその、今回のその、デュームファイヤーとね、まあ同じぐらいのこのアイアンセットの見やすさですね。で、次は、トレンド性、これもいいんですよ。これも結構ね、まあ、個人的にも、見やすいんじゃないかなと思ってます。でも、なんだかんだ言って、今回のデューンファイヤーが一番ね、このアイアンセット見やすいんじゃないかなと思ってます。はい。ということで、今回のアタッチメント、こんな感じとなっております。早速、ランクマッチで使っていきましょうから、レッツゴー。ブチブチにするぞ。オッケー、ほんとだ、ちょっと今日はね、久しぶりにドミネーションやっていきたいなと思ってます。なんですけども、もうね、スライスのウォーミングアップで5000ぐらいやって、まあ、いっぱいしてるんですけど、もう机バキバキよ。うん。まあ、ちょ、今日はね、その動画内だけでも、その下打ち暴言、ね、やらないように頑張っていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。もう、ちょっとダイパンも今日は控えようか。うん。さてさてさて、まあ、言うてな、本当にそのドミネーションは、胸部機中しかいないんで、まあ、フェネックとかね、AK11 とかね、まあ、MX9 は当然なんですけども、まあ、そういうやつはやっぱりその、ボコスの方が楽しい。まあ、言うてますもんね。まあまあな、胸部機お前も。待って、うんこ周りですね。いるね、うんこ周り。結構使ってんの、なんかおっさん買ってて、もう一人、あ、ナイスナイス、いいっすね。味方結構って、買っての、買っていっての。で、これ取れないか？そっちか。いや、無理か、そっちか、ちょ、3人連続はきついわ。来ますね、これは。はは？ちょ、待って。もういっちゃそれ。いや、下通ってんな。一旦ワン勝って、いや、ツーさすがに無理か。で、まだ来てるから、これ勝っていくないってないってないって。でも、B 取られとるやないかい。で、これ待って。言うてドミネーションってね、その相手よりキルが多くても、やっぱりその負けてしまうことが多いんで、いや、もう、だいぶ押されてるぞ、これ。対空したいね、これ。
本当にこの UAV もうすごいことになってるって。待て、まあ、言うて俺も全然対空しましょう。まだ待った、刺された、もう対空の弾ないけ。ちょっと待って、カウンター UAV 出てるのか。キネティック発動して、まあ、一旦 AK 勝って、センターオラン大丈夫。いや、いいね、なんかスナイパー使ってるって大丈夫か。 A 取ろうぜ、前をしようか、普通に考えて。あー、それさすがに来て、で AB、まあまあ、え、まあまあ、B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  と、B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 、で、先代ね、いや、取ってくれたナイス。で、なんか、ハブラ女の謎に、ハブラ一旦買ってても、もう3点取りしちゃっていいかな、レイドは。3点取りしちゃうね、その相手は、その、なんていうの、このプール分けっすね、俺が今見てるところに湧くんで。ナイス、いいですね、もうぶち切れ、まあ、机まで破壊しそうなと今。言うてちょ、これなんて、味方が取ってくれてるから一緒にね、もうなんで、どこにグレデン投げてんねん。一旦ちょ、A 取ってもって、で、これは、OK。了解 B、了解 B、了解 B。了解 B なんか絶対来る。いや、ピーチキーパーか、ちょ、これ上がれば大丈夫から、なんか止まってるわ。それはかわいすぎた。それはまあ敵に同情する。で、ナイスかり？もう一人一緒これ。OK、ピーチキーパー買っていこう。で、B 取れてるから、これショッカー C 出して、まあ、UAV 出してもって、まあ、言うて結構敵もさ、対空してきてるはいるんですけども、これキッチンね、いや、俺に気づいてない。ワン買って、で、これもう一人けど、多分ね、こいつ気づいてるんですよ、俺に。いや、いないか、これ。で、これは、ちょっと待って、うわ、B 取られてるのか。ちょっと B はそれ任せちゃいな。まあ、A ちょっとリスキルしてもらってるんですけども、ちょっとこれ勝ちたいね。いや、それはさすがに勝てねえぞ、お前。いやー、これ後ろから危ない。ここ一旦公園入るし、俺。これさ、今回俺、なのよ。あれの、これスキーに気づかれんくね、ワンちゃん。調整し、いや、これ全然敵こんかったわ。うん。なんかあの、10秒ぐらい隠れただけ全然敵こんかったわ。で、これは下いるから、警官、オッケーオッケー。もうあと30秒あったら、お前飛んでたから、マジで。うん。まあ、ちょっとこれ、味方にキル数で負けてるからね、その後半で頑張っていきたいところですね。まあ、ちょ、アドバンス UAV も出そうなんで、ちょっとこれを貯めていきたいところなんだが、ちょ、後半でね、まあ、20キル、30キルちょっとかましていきましょうか。一旦これ、トロフィー隊っていうのも開幕取っちゃいましょう。まあ、取ることによってですね、なんていうか、その敵がもう無理やりにでも掴んでくるから、ワン買って、センター、オッケー、いるけども、警官2、ナイスかに。で、これ待て、もう取れるのこれ、なんかセンターからめっちゃ撃たれてるぞ。いや、そう、ショッカーしか効いてない。言うて、ちょ、これ、迷いしようか。ちょ、味方がね、まあ、あと、まあ、言うてこれで終わるでしょ。勝っての勝っていってもらってのそのグレネード危ないね。でこれはまず一旦出してのいやーこれはまあ B2 人ですけどもまあ大丈夫でしょう。まあ結構味方もねいるん でこれは多分俺バレてんね。いやそれはうますぎる、そのキャラクターうまいね。でこれ下から来てるがいやバレとんな俺。 UAV とショックアルシ、まあショックアルシやったら帰るでしょさすがに。でこっちから来てるからこれワン勝って、でまあちょっと脇変わりましたね。これセンターにいるんですけどもまあ大丈夫でしょう。いや、勝っていっての。で、どうするかな。まあ、ショックアルシアあるから大丈夫でしょう。まあ、多分こいつらね、あの、A 取ると思うんですけど、まず下のやつをしっかりラクラクと勝ってもらっての。いや、1勝って、いや、2勝れない。で、弾があともうないからさ、気をつけたいね。敵のこの武器やったらちょっと拾いたいところになるけども、いや、後ろ危ないね。と見せかけてやるっていう。ね !OK。アドバンス出して、で、まだこれ多分下から来るから、いや、こいつ上上がるか、普通に。普通に上上がんねえ。ちょ、こいつの武器欲しい。お前武器ないやん。待って、こっちから来る。で、勝っての。で、これフェネック出して、待って、来てるけども、あぶなましちゃう、お前。巨本いいて。PPM 来てて。もう言っちゃう、このフェネック使いにくいな。全体ね、ワン勝って、ショッカーシー出して、ちょ、これ、対空したいところなんだが、いや、ナイスナイス。で、これ、キネティック発動しての、いや、無理かす。うわ無理かす。うわ無理かす。うわお前、もう、なんていうのこの、やっぱりその、核出そうの時ってさ、心をなんか落ち着かせるのが、コツなんですよね。でも、あの、落ち着いても死んでたわ。全然死んでたわ。それはもう俺が悪かった。一旦勝って。いや、えぐそれ。マジか。まあ、大丈夫でしょう。一旦これもう、まあ、B は一緒。どうせ取り返せるよ。来るでしょ。OK。いいっすね、いいっすね、いいっすね。これが迷いっすよ。これが迷いっすね、切る。で、ワンチャンキッチンいる。いや、大丈夫そう。センター、いや、いるけども、で大丈夫かな。いややってくれたそれ。センターいたよね今。いたね。絶対来るこれ。ちょっと待って、キネティック発動して。もうなんかさ、なんていうのこれ、ドミネーション1回押されたら終わりやからね。ほんとなんかその火力の高いね。やっぱりそのみんなガチ武器やからさ。そう、チーレスとかはなんとか押し返せるけど、AK とかいるからさ。OKOK。まあ勝てたんで OK でしょう。
オッケー。しかもこれグランドマスター来たんじゃないですかこれ。まあでもグランドマスター言うて敵のこれ多分強さ変わんないと思うんですけどね。まあちょっとね、まあ多分次の動画からは、グランドマスターでやってるんじゃないかなと思ってます。ちょっと全力見ていきましょうか。まあ30キル超えたら OK。 もう30キル超えたら OK なんで、ちょっとデスがちょっと10デスな気になるけど、まあいいんじゃないですか。ブチブチにするぞ。ということで今回どうだったでしょうか。これからもですね、こういったような動画バンバン上げていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。